今月20日の町長選挙で2回目の当選を果たした舳倉町の西脇博隆町長が今日初登庁し抱負を語りました。午前9時、西脇町長は職員や町議会議員、支援者らに出迎えられ初登庁しました。役場前で開かれた登庁式で西脇町長は財政再建問題や舳倉駅前整備事業など1期目のさまざまな施策に対する評価をもらったと思いますと挨拶しました。その後、課長以上の職員に行われた訓示で西脇町長は町内で建設が計画されている大規模太陽光発電施設メガソーラーについて触れ、県と協力しながら住民の生命と財産を守っていきたい、さまざまな政策の実現も職員の協力があって初めて成し遂げられますと協力を呼びかけました。町長としての職責の重さというのは1期目以上に感じているところでございますね。皆さんとともに輝く舳倉の未来を作っていくという形で、進めていきたいというふうに思っています。6つの基本施策を挙げているんですけれども、やはり財政再建これについては本当に、しっかりと取り組んでいきたいというふうに思っています。